絶対に欲しい。はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。松でございます。ということで、そろそろ始まりますね、オルト&ケイトガチャ。まあ私マブをね、ストラッポラクをちょっといい感じにお迎えできましたので、まあちょっとね、心に余裕を持ちながらオールト Q をね、ガチャしようかなと思いますが、とりあえず前回さらっとしかオールト Q をね、ビジュアルを見てなかったので、じっくりと今回はケイトとも含めて通知も含めて見ていこうかなと思います。まあ、今回ね、ハロウィンガチャ、ゲージ共通のガチャの第2弾ということで、こちらですね、プレイフルランド期間限定ピックアップ召喚、オルト&ケイトの開催期間丸1、10月の30日16時から11月の8日14時59分までの、期間となっております。まあ、開催期間2でね、20日から12月の1日や12月までね、丸2の、ガチャもあるんですけれども、まあ私が回すとしたらもうこの丸1でしょうね。で、30日の、仕事なんだよな、仕事の、ちょっと状況見て、まあ休憩中に回すか。もう本当にね、クソ社員でごめんなさい。ただね、仕事中にはやらないですか、休憩中ですからね。か、もしくは、まあ仕事終わってか、最近ね、仕事がシーズンなんですよね。もうごめんなさい。仕事の愚痴になっちゃった。仕事が終わってから回すかと思いますので、まあおそらく30日にはプレミア公開できないかなと思います。まあ11月の2日、まあちょっとね、遅くなってはしまうんですけれども、2日になるかななんてはちょっと思っておりますので、温かい目で、待っていただければなと思います。はい、次にステータスの確認ですね。 SR ケイトプレイフルドレス、タイプがアタックタイプとなっておりまして、マジックが水と木となっております。いや、このね、躍動感がたまらないんですよね、ケイトくん。ケイくん。いやー、てか、スケモンのケイくん、SSR のいたじゃないですか。あの時のなんか、ニューイな感じ、闇見ケイくんが、すごい私好きなんですけれども、それをちょっとね、彷彿とさせるような、この表情、これたまらないですよね。もう、ちょっともうヴィランな、あなたも好きよ、私は。いつものね、パリピケイ君も好きなんですけれども、やっぱりね、ケイ君って顔立ちが整っていらっしゃるから、こういう顔も似合うんですよね。いやだ、まあ、まずね、このくるみ割り人形みたいな、このね、原作というかイベントストーリーでも言ってましたが、この衣装もね、すごく似合ってますし、このひらひらのね、リボンも、もうなんかちょっとエッティだよね。その右手、何を掴もうとしてるのっていうね。むしろ私を掴んでくれよっていうね、感じをしますが。まあでも SR なので、ケイ君はね、ガチャすればおそらく、まあ、まあ序盤では、お迎えできるかなと思いますが、まあただね、前回のトラッポラみたいな状況もありますので、もしかしてね、先にオルトキュンが来て、まさかの充電をね、追加充電をしてしまう可能性もありますが、まあまあまあ、まあでも言うても、10連20連ぐらいでケイ君は来るかなと予想はしておりますので、安心して、お迎えしたいかなと思います。はい、次に、SSR オルトプレイフルギア、タイプがディフェンスタイプとなっておりまして、マジックが水と火となっておりまして、デュオがレオナおじたんとなっております。こりゃもうおじたん推しも絶対迎えるっきゃないよっていう感じですよね。というか、まあそれ以前にもこのオールト Q のね、いや欲しいよね、このオールト Q のアンニュイな感じ。さっきからアンニュイしか言ってない。もうなんか、うわー、いいんだよな、本当にこれ。前も言ったかな、ガラクチュールのグルービー語、私好きなんですよ。ちょっとこの、しっとりとした感じ。いつもと違うオルト級の少し大人びた感じの雰囲気が好きなので、そう考えるとこのプレイフルギアのね、この目見て、これぞね、キングオブ流し目という。
あなたもキングオブ流し目なんですかっていうね。みんな流し目しすぎっていう。すんごいすごく素敵なさだバイバイだ。ロレツがやばい。もうね、ロレツも本当にロレツも5位もゼロになるぐらいの素敵なね、あの新しいオルト Q を見せてくれたっていうこのカードも欲しいよね。絶対欲しいよね。いやー、序盤で欲しいよね。トレイクローバーにゼリーと呼ばれたここもすごく愛おしいし。いや、ゼリーでって。なのでまあね、多分。オールト Q もね、SSR のメンバーなので、イベントストーリーですごい、やっぱり、活躍するかとは思いますんで、ここでね、ガチャで、序盤でやっぱりお迎えをして、2章、3章にね、臨みたいかなと思っておりますので、まあ、2章はね、もう私がこの動画を、上げる時点で2章は解禁にはなってるか、まあ、ちょっと収録はね、少し前の方ではやってるかと思いますが、多分ね、もう私は2章やってると思いますので、いやー、オルト Q ね、どんな活躍してくれるのか、はたまたどんなハプニングに巻き込まれてしまうのか、もう心配あり楽しみでもありますが、もう絶対お迎えをして、いやー、ストーリーにね臨みたいかなと思っております。あ、ちなみに、まあ、皆様周知かとは思うんですけれども、今回のハロウィンの皆様カードの皆様は、パーソナルストーリー11月14日の16時から開放されます。あとグルービーも同じく11月の14日から開放されるということですので、まだね見れる状態ではありません。とても楽しみです。いや、まあ、フルボイスではないですけれどもね、やっぱりそのグルービーがどんな感じになってるのか、はたまたあとね、イベントストーリーとはまた違うその深まったね、パーソナルストーリーが見れますので、いやー、楽しみ。14日をね楽しみに待ちたいかなとも思いますし、あと今回の、下記のカード、これ中段の方見えますかね。ホーム画面の衣装アレンジができる限定衣装です。ホームセッティングより、ホーム画面のキャラクターの見た目を切り替えることができますが、これは、この衣装アレンジは11月の2日から解放されるということで、ちょっとね、グルービーの解放と、あと衣装アレンジの解放がちょっとね、時差があるんですけど、まず衣装アレンジが11月、もう少ししてからですね、2日から解放されますので、いやー、どんなね、いや、もしかして脱いでくれるんじゃないかななんて思ったりもしないでもないんですけれども、楽しみ、それもね楽しみにしつつ、待ちたいかなと思います。まあ個人的にはやっぱりちょっと脱いでくれたら嬉しいかななんて思っているんですけれどもね。そう、ポートウェアのジャックみたいにさ。じゃねね、本当に、まあちょっと脱ぐに越したことはねえから、やってくれたらいいかななんてはちょっと、思っております。ということで、お送りしてまいりました、期間限定召喚オルト&ケイトの詳細だったんですけれども、いやー楽しみですね。いやー神引きしたいですね。まあ、ゲージ共通だから一番嬉しいのは100連以内に来てくれて、それを、まあ、ちょっとゲージ共通なのでね、80連分ぐらいまでで来てくれて、うわー、カリム君に臨むっていうのが一番の理想、まあ、なんですけれども、まあまあまあ、でもね、まあ、ギリギリ、まあ、100連で来てくれたら、まあ、9大点かなっていう感じ。一番はすり抜けがないっていう、すり抜けだけはやってくれるなよっていう私の強い意志がありますので、まあ、30日、仕事が終わってから回そうかなと思いますので、で31日はですね、10月の31日はおそらく11月の通知ついしてくんの、来ると思いますので、そちらの方、予定としては、投稿しようかなと思いますし、おそらく11月の1日は毎週恒例の雑談配信するかと思います。なので、早くとも11月の2日に、プレミア公開オルト&ケイトガチャするかなと思っておりますので、お時間がありました、ちょっとね、ガチャのする日から期間が空くとは思うんですけれども、見届けていただければなと思います。また、一緒にオルト&ケイトガチャ回される方いらっしゃいますでしょうか。一緒に頑張ろうぜ、神引きしてやろうぜ。はい、
ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。うっぽまつです。